JUJUさん。お？な、求人募集の広告、1週間も出しっぱなしだったよ。緊急事態宣言とかで人なんて雇ったら潰れちゃうからね。広告取り消しよ。プル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 。お、電話電話。はい、メール喫茶あるあるポン東京店の店長です。あ、釘崎野原と申します。先日面接ではお世話になりました。採用の合否連絡を一昨日までにはいただけると聞いていたのですが。ちょっと待ってね。スケジュール帳確認します。あ、本当だ。2日前に釘崎さんに不合格連絡って書いてあるよ。どうしよう、連絡忘れてた上に断りづらいな。ん？あ、そうだ、申し訳ないけど向こうから断りたいような態度で接すればいいんじゃないかな。うん、そうしよう。あ、もしもし。はい。作戦その1、意味不明な話題をぶつけて、何この人私と会わないかも、他当たります。大作戦。あなたの合否は領域展開、回転寿司。さあどうだ、聞いた内容とはあまりにも違うことを言われて戸惑うに決まっている。私シースー大好きなんです。よくわかりましたね。あ、もしかして面接中に私のカバンにつけていたお寿司キーホルダー見てくださったんですね。面接終わった後に、あーやだ、つけっぱなしって焦ったんですけども、そんな細かいところに着目してくれて嬉しい。すごく可愛いんですよ、お寿司ちゃん。私は特に新幹線に乗ってくる寿司が大好きなんですよ。あ、それの影響か、回転寿司トレインっていう胸厚なおもちゃも販売されてるんですよ。家で寿司食べれることを想像するとワクワクしちゃう。購入しようか迷ってるんですけど、なんか新幹線の色がなんと白と黄色の2色あるんです。こりゃどんなネタを流す前にどっちの色の新幹線買えばいいか迷っちゃいますよ。おっと、すごいカウンターだ。僕が意味不明な返しに戸惑ってるよ。